リサマルとバランのツーセンターバックコンビの欠点って何かありますかリサマルのところに助走をつけてでかいやつがヘディング入ってくるとリサンド・マーティエンス苦手ですね小さいセンターバック みんんなな泣きどころなんですけどね。だから、ワールドカップの時のオランダ相手にアルゼンチン失点したときみたいな、あのときリサマルのとこやられてんだけど、だからボールの出どころを抑えられないチームにおいて、小さいセンターバックって厳しいですから、だからね、前のアヤックスの時にリサマルとかティンバーとか、大きくないセンターバックでやれたのは、ハイプレス常にかかってるから、ディフェンスライン高いから、相手のロングボールに対して裏ケアしっかりできるとか、走り負けないのが重要だったんですよ。だからうちも前からプレスちゃんとかかってるチームじゃなかったら、レーンセンターバック危ないときもっと多いですからね。 そういう組織的なチームで上から見るとリスクある守備しているように見える。実際は違うんだけど。そういうチームには目に見える高さより重要なものがいっぱいありますね。センターバックの選び方の要素として。